ナナです。今回はミシンを縫うときに糸が切れる、そして縫えない、きつい、ゆるいといったトラブルの原因と対処法についてレッスンしていきましょう。糸調子が上下で、上糸と下糸ですね、それが緩かったりきつかったり目が飛んだり、要するに正常な縫い線じゃないっていうことなんですよね。それはどこが原因かというと、まずはこのダイヤルがね、動いてるかどうかっていうのを確認してほしいんですね。まず購入した時はこの上糸調節っていうところが、このダイヤルとしてこういうふうになってるんですけどね、0から10ぐらいあるんですけれども、これは布の厚さとかによって微調節できますよっていうものなんですけど、何しろビギナーズ、初心者ですね、あまり慣れてない人っていうのはそこを大胆に触ったりすると本当に元に戻すのが大変なんですね。ミシンの取扱説明書をご覧になって、このダイヤルが正常な時は、正常な時っていうのは普通の縫いの時はどこに来ているかということを確かめてほしいんですね。このミシンであればダイヤルは3なんですね。ここが普通の糸調節ですよ、普通の布でしたら綺麗に縫えます、ダイヤル3ですっていうのがこの位置にもう特定してあるんですね。そこから強かったら緩める、弱かったら強めるっていうふうにこのダイヤルを動かしていくんですね。まずはこれを確認してみましょう。そして緩める、強めるっていうのは、このダイヤルをこういうふうに動かせばいいんですけれども、強かったら数字が大きくなるわけですね。弱かったら、緩めるのであればこの数字が少なくなっていくわけなんですけど、これをね、ものすごく大胆に3から4にしてみたり、例えば3から2にしてみたりするんですけど、この間にも目盛りがあるんですね。こちらの方にギザギザギザってなってるんですけど、ここの調整っていうのは微調整なんですね。本当にちょっと動かしてみる、ちょっと動かしてみる、ダイヤル通りに1サイズって言いますかね、これ1コマを動かすっていうものではなくって、微調整をしてほしいっていうダイヤルなんですね。まずは正常の数字を確かめて、そこを固定する、そこから少しずつ少しずつ微調整してみるっていうことをお勧めします。知らない間にね、正常の3から4っていうところが動いてるんですね。知らない間に動いています。これはなぜかというと、糸かけるときにこうやって触ってしまったりして動くことがあるんですね。知らないまま動いてたりすることがあるんです。この距離が近いですからね、動きやすいんですよね。そういうこともありますので、私はやってないのに数字だけが動いてたっていうことがありますので、この数字をまず確認しましょう。糸が切れたり飛ぶという現象が起きたら、ひとまず新しい糸と新しい針を設置し直してほしいんですね。これはそんなことないだろうと思うかもしれないんですけれども、若干針が曲がってたり飛んでたりするんですね。折れてるんですね、知らない間に。それから糸はやはり古くなってきますと劣化していますので、飛ぶ原因にもなりますし、切れることにもなります。ですので、まず目が飛んだり切れたりした時には新しい糸と針をセットしてみてください。また100円ショップなどで売られている糸や針は、別動画でもお話ししましたように、やはり精密機械には不向きだという点もありますので、手芸品店で売られている専門の糸と針を購入してみてください。さあ、いざ縫おうと思ったら2、3目いったらガチャガチャって言って絡まったり縫えなかったり、裏が糸団子になったりぐちゃぐちゃになったりすることがありますよね。そういう時は上をチェックしてみて大丈夫と思ったら、まず上げて、水平釜のボビンだったらこの辺りなんですね。ボビンケースが入っているものだったら下の部分になりますので出しますよ。そうすると少しね、分かりにくいんですけれども、こういうふうな拡大鏡で見てもらうと赤い糸が絡まってるんですけど、こういうふうにね、ボビンケースの出した後のこの辺りなんですけれども、糸が絡まってたりするんですね。そういうものを取り出さないとぐちゃぐちゃになったりうまく縫えなかったりする原因になりますので、このようなピンセットなどで慎重に取り除いてください。決して目打ちなどで取らないようにしてくださいね。なぜかというと、目打ちでこういうふうに刺してしまうと
他のところを痛めたりする原因にもなりますので、ピンセットも怖かったら少し時間はかかりますけど、綿棒とかで書き出すようにしてください。皆さんはボビンに種類があることをご存知ですか？こちらに種類分けをしてみました。こちらはボビンケースがいるタイプなんですね。水平釜って言いまして、ボビンケースを使わなくてそのままミシンの方に設置するボビンの方なんですけど、こちらはもう全種類全車種ですね。例えば、ジャノメさんとかシンガーさんとか、いろいろありますよね。重機さんもそうです。全て水平釜はそのメーカーによってボビンが違ってきますので、例えば縫えない、下糸が出てこない、これらの原因はボビンの種類が合ってないっていうことも考えられます。こちらのボビンケースの方に入れる場合は共通している部分があるので、ボビンケース共通ボビンっていうふうに販売されているんですけれども、メーカーによってはこの機種にはこれしか使えません。こちらに出していますね。同じボビンのケースに入れるタイプなんですけれども、これだけ違っているんですね。必ず取扱説明書を見て、ご自分のメーカーのボビンがどのタイプに当たるか、多くは高さなんですね。この高さが違ってきます。3種類ぐらいはありますので、必ず確認してセットしてみてください。例えばボビンという名前がついていればどれでもいいんだと思って、100円ショップなどでも売られているボビンを購入してセットしたとすると、それはたまたま動くかもしれないんですけれども、これだけメーカーによって高さとかそれから大きさとかを種類別にこういうふうにね、メーカーごとに分けてあるんですね。5、6個入っているんですけれども、そういうふうに精密なものだということを皆様も思っていただいて、そして購入していただきたいと思うんです。100円ショップで合う場合もあります。でもメーカーによってここに作っているっていうことを知っておいてください。これを言うとね、みんな嫌がるんですけれども、不調があった時には、今セットしてても上の糸も下のボビンの方も全部セットし直しましょう。どこかでかけ間違えてるかもしれない、どこかが抜けてるかもしれない、ボビンの入れ方が間違ってるかもしれない、そういうことを見つけるために、ああかなこうかなって考えるよりも一回抜いた方がいいんですね。セットし直すことをおすすめします。かけた糸も針まで通ってるのにもったいないですけれども、抜きましょう。抜きました。そしてボビンの方も開けて出しますね。このように上も下もスタートラインに戻りました。もう一度かけ直します。上からやってみましょう。もう一度やるときは少し気持ちを落ち着けてゆっくり確認しながらやりましょう。こういうときはね、イライラしてるのでわーってやりがちなんですけれども、ここは一回確認しながらです。入れて、そしてそれから通して、ここに入れて、これが外れやすいんですね。外れてる時があるんです。下に入れて、ここが外れやすいです。ここ確認、こういう風に出しましょう。確認入ってます。そして下に下げて、そして針を通していきましょう。でこの時にここがずれないってことなんですね。ぐるっと巻いたりしないってことです。こういう状態ですね。これでそのまま出してほしいんですね。ここもくるっとよれてないってことです。まっすぐ入れてください。次にボビンの方もホコリとかがないことを確認したら、そのまま向きも合ってるかどうか、それから巻き取った時にもしここに糸が出てたら、それはカットしておいてください。それも絡まる原因にもなります。これをセットしましょう。カチッと言いましたね。そして回ってる方向も間違ってないことを確かめたらセットしましょう。下糸をセットして、引き上げてください。これで試し縫いをしてみましょう。
がでしたか？この動画をできるだけ早く確認していただいて、調子いいミシンでずっと長くソーイングとか手芸をやっていただきたいんですね。ミシンね、不思議なもので調子が良くなるとね、とっても調子が良くいくんですね。動かしてるっていうこともあるんですけれども、本当にスムーズに進んでくれるようになります。不調のままで進んでいくと本当に、またみたいな感じになっていくんですね。メンテナンスも手芸の一環として捉えていただいて、楽しむっていうほどにはならないかもしれないんですけれども、あ、それぐらいだったら大丈夫っていう風になっていただけたら嬉しいかなと思います。ぜひ試してみてください。